ウンオブのステージも次で最後になります。ありがとうございます。いや、急遽ちょっとセトリを変更して今慌てて裏で練習してきました。はい、これは皆さん知らない曲です。でも知らない曲です。しかしとてもいい歌なのでぜひ聴いてみてください。はい、最後の曲は熊本新興墓場という歌を歌います。真夜中過ぎに電話が鳴り響く。それはポミュブの井上君から。今どこでナンバーしようとやって俺が聞くと、熊本新港でガンちゃんと二人魚釣りてたい。俺は疲れた体引きずりながら進路を東から西へと変えた。なんか知らんばってん急にあいつらに会いたくなったけん、ひたすらひたすら車を飛ばす。海はただ静かにそこにあった。友がいて懐かしい風が吹いていた。釣りの苦手なこの俺はギターを引っ張り出し書き鳴らして、釣りの邪魔をする。青春時代目を駆け巡ろう、どこまでも続く水平線の上飛んでゆけ。友よ、どうかもっと力強く、仕掛けも絵付けも全てガンちゃんに任せ、井上くんはただ差を投げるだけ。お人よしのガンちゃんは嫌な顔一つせずニコニコ笑ってる。魚の気持ちが手に取るように分かるガンちゃんはすぐ名人。なのに魚なんて一匹も釣れずに、名人は網で渡り鳥に追いかける。俺はそれを見ながら人の絆なんてものに言葉なんかいらないと思った。わずかばかりの言葉の裏には優しさと懐かしさがあって、もう戻れないあの頃の少年たちが一瞬だけ光り輝く。青春したい目をかけ願う。
銀南祭に集まってくれた皆さんも。